皆さんこんにちは。本日は陽光大男性合唱団第15回演奏会にようこそお越しくださいました。私は当団の音楽監督で宮本真澄と申します。よろしくお願いいたします。まあご承知の通り、なかなかに苦しい時間を過ごしました。演奏会を企画してもできないんじゃないか、今回に関してもですね、本当にどうなるかわからない、明日すぐ演奏できるような人たちではありませんから、準備に準備を重ねていくことをこう予想しながらやるわけですけれども、いやなかなかこれ準備したはいいものの本番を迎えられるんだろうかみたいなことがあって、でもうご覧いただければわかると思いますけど、高齢の方もいらっしゃいましてね、いろんな意見があって、高齢だからこそちょっと今は慎重になるべきだという方もいれば、何を言ってんだ、先が短いんだからやったらいいんだとむちゃくちゃなことを言う方もいたりして、でいやいやそうもいかないでしょうっていう、まあ半分冗談ですけど、お互いがお互いこれからもっともっと音楽をしたいのにどうすればいいんだとこう試行錯誤を重ねながら、途中で大切な仲間との別れもあったりして、まあ今日を迎えられたということは本当に嬉しくて、今日初めていらしたお客様もいらっしゃるでしょう、ようこそお越しくださいました。でもこの舞台上から見渡すに、ご家族の方、そして OB の方、たくさんの知った顔が、ここからマスクをしていても拝見することができる、変な物言いになるかもしれませんけど、私は声を大にして言いたいのは、陽光大男性合唱団がステージに戻ってきたということと、皆様お帰りなさいという気持ちでいっぱいです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。合唱の良いところは、一つの作品に対して全員が息を同時に吸って心一つに音楽を奏でるということだと思うんですけれども、もう一つにどのような音楽であっても合唱にすることができるという良さがあると思います。演歌だろうがポップスだろうがジャズだろうが、どんな音楽でも合唱で楽しむことができるという、合唱のそれが底の深さ、奥深さかなというふうに思います。第一ステージは陽光大男性合唱団が、本人たちは申し上げております得意というふうに言ってますけれども民謡のステージですね。民謡も合唱に、アレンジしたもの、清水治、小山清、福永陽一郎という日本を代表する作曲家編曲者の、演奏でお楽しみいただきたいと思います。とにかく私たちにとっても私にとっても待ちに待った演奏会の開幕です。皆さんも共に楽しんでいただけたらと思います。いわばお祭り男たちが熱を持ってこのステージを盛り上げたいと思います。皆様熱い拍手で、彼らを迎えてあげてください。それではお祭り男たち出てきなさい。
I'm gonna see you.